はい、どうもみなさん、こんにちは。あのー、これね、えっと、僕あの、進撃の巨人のさ、定談動画もね、うん、最近出して、えー、ちょっと前に出して。で、またね、あの、ノートでもね、ちょっと記事も書いたりとかして、あのー、まあちょっと進撃の巨人について、こう語りたい欲が、 止まらなない感じなんですけどあのー、まあねその3週目を見たんすよ。ね。だからあれって、うん、っとシーズン7まであるんですよ。そのだからアマプラとかだとみたいな。えー、っとだからな,なんだえまあ、5までが結構10回以上あるんですよ。 で、6と7は、なんうの、テレビの90分だか120分だかのやつの放送なので、そんな回はないんですけど、まあ、それでも相当な、第、えー、100前後ありますよね、100、何、で、1本が20分ぐらいとかか、うん、みたいな。んで、もう本当にこう、あの、まあまあな、こう、見るには時間がかかるんだけど、 なんかまあな、あの、自転車こいだりとかしながら、あの、エアロバイクね、こいだりしながら、あるいはこう、寝っ転がりながら休んでるときなんか見てると、割とこう、何ヶ月かで見れて、で、もう2周してたんですけど、今回3周目して、で、それはなんか、停断やるなーと思ったから、また見直したらもうちょっと止まんなくなって、みたいなことなんですけど。 あの多分4週目もいつかまたするんだろうなみたいなちょっと僕の中で「進撃の巨人」はそれぐらいすごいアニメでなんかアニメというよりもあれはもう神話だと僕は思ってるんであのー、なんだろうもう旧約聖書みたいななんか <laughs> ちょっと繰り返し見て見,見,見るものだなあって感じがしてて うーんなんか本とかで割とそういうのはあるんですけど、また読みたいな、みたいな。ナルニア国物語とかもそうですけど。あのー、アニメでは僕初めて。まあ、あの、スラムダンクは何週もっと何週もしてるよ。あの、コミックでね。で、バガボンドも結構もっと見てるかもしれん。でも、ちょっとしアニメでこんなに繰り返し見たのは初めてかな。 そして今後もないんじゃないかなぐらいちょっと特別な作品でまあ3週目見てなんか毎回気づきがあるんだよねでちょっとフリートークでねその進撃の巨人語るのはなんつうかまあちょっとルール違反というかなんかまあ見てない人もいるというよりも見てない人の方が多いだから多いだろうから 興味ね。興味さ、だから、なんつうの、もうみんなが見てるものなんてないっていう時代じゃない。うん。だから、なんだろうな。そのドラえもんをさ、あるいはそのドラゴンボールをさ、いや、ベジータがね、あの時ね、みたいな、今の状況っていうのはそのクリリンのことか状態でね、みたいなさ、まあまあまあ、なしっちゃなしだけど、ありっちゃありじゃないですか。<laughs> ドラえもん。 その話の、その未来の伸びたくんの状態じゃないんだから、みたいなのって、なんか、なしっちゃなしなんだけど、ありっちゃありじゃないですか。だから、そ、そういうものがさ、もうないんだよ。この10年。20年か。もうないの。で、みんなが見てるものなんてないんだよ。で、世間というか、その大衆なんて幻想なんだよ。だから、その、 まあだから今の一番ボリュームが多いのってコナンとかなんですか俺全然わかんないんだけど。き、鬼滅とかじゃないでしょ全然わかんない。それアニメで全員が見てる人口の、まあポケモンか。わからん。ね、ポケモンが僕、サトシ君って人が出るっていうのを最近知りましたからね。ぐらいな、僕みたいな人もいるから、進撃運巨人ってもう、はみたいな。 人が、むしろほ、ほ、とんどで見てるっていう人が、まあ、1割、2割いたらいいかな、ぐらいな認識なので、まあ、僕とってね、なんていうのかな。そういう、そのお、おじさんが野球の例えをするのがもうハラスメントだ、みたいな感じっていうか、そういう社会だっていうのは知ってます。だからもう、こんなのは、アタックオンタイタンハラスメントですよ。巨字ハラですよ、巨字ハラ。え、なんだけど、 まあなんていうか、まあ YouTube っていう場でもある。ね。Podcast という場でもある、えー。気に入らない人は飛ばすこともできる。でいて、まあ、その見てない人にもなんとなくわかるようにはちょっと話したいなみたいなのもある。っていう言い訳をして話させてもらうと。あのー、まず、そのね、進撃の巨人やっぱね、何回見てもすごいのは、なんかね、 常に今の話として見れるんですよ。だから、ウクライナ戦争の時は、あれこれ金、進撃の巨人やんって思ったし、今のガザとイスラエルって、もう進撃の巨人やんって思うし、なんか第一次世界大戦のことをもう一度学び直したら、多分進撃の巨人やんって思うし、関ヶ原とか見たら、多分進撃の巨人やんって思うんだよ。だから、それぐらい普遍的な、 話なんだと思う。そうそうそう。そうアテネとスパルタとかさ、その古くはさ、いわゆるこう人間が戦争をするとか、憎しみ合うとか、そういったものってこうだよね、みたいなことが、なんつうのかな、その、結局その進撃の巨人すごいところは、その、それをレイヤーでやったところで、あの、正義が反転する物語なんだよね。だから、その、アメリカにとっての正義は、 なんて言うのかな今で言えば、そのガザにとっては呪いだし、みたいなのって常に反転するわけじゃない江戸幕府にとっての正義は明治新政府にとっては呪いだし、だから某親戦争をしたし、とかってあるじゃん。だけどその正義ってあくまで恣意的なものであり、偶然だよね、もっと言えばね。たまたま僕がここに生まれたとか、この時代に生まれたとか、この血筋に生まれたみたいなもので。で、そういうことを、その、 特に、その、アルミンっていう主人公の一人は、そういうものをこう俯瞰する視点を持ってて、だからこそ彼が語り手なんだけど、なんかその感じってのが、とんでもないレベルで、その、裏の裏の裏とかもあるわけ。その、なんつうのかな、の、帝国側なんだけど、その、えっと、ね、エルディアっていう、その巨人の側にスパイとして入って、 でその中でもスパイ活動しなきゃいけないとかもうすごいのよそういう入れ子構造がででおかしくなっていくっていうか人がそういう感じみたいな物語よくできてるで今回僕が気づいたのいくつかあってまずねそのねエレンっていう、まあ、主人公はあのね保守の代表なんだよ多分。でこれは別にもうもはやね伊佐山先生のそのがこうなんか そういう野暮だと思うんですよ。作者はこう思ってるみたいなので、ハイロンパみたいなのって僕野暮だと思っててで。むしろテキストは解釈に開かれているっていうジャック・デリタとかフランス現代思想のね、あのー、知見を踏まえるならば、あの、テキストって、もはや作者の意図を離れて意味を持ち出すときに、 本当、本領を発揮するんだよね。それで言うともう、進撃の巨人ってそういうものになってると僕は思うんで、人類の公共財として、解釈に開かれているものとしてね、読むと、あのー、エレンは僕は3回目で気づいたのは、エレンは保守なんだよ。で、なんでかっていうと、あの、彼はこの海の向こうの人間を皆殺しにしたら、俺たちは自由になれるかなっていうんですよ。つまり、 その今のイスラエルみたいなもんで、エレンって。エレンって一番イスラエルなんですよ。ね、ネタニヤフなんですよ、エレンって。だからその、イスラエルってさ、結局、その、ホロコーストを経験したでしょで、あとはディアスポラね。で、まあローマって、ね、その第一次ユダヤ戦争で、ね、ユダヤという国は地図から消えるじゃない。紀元70年ですわ。ローマにやられて。で、ディアスポラになりました。で、あと、 もねそのヨーロッパでその地位を築いていくで銀行とかを作っていくま被、あ、差別民だったからねと思ったらそのルターが言ったそのユダヤ差別主義が発展したナチズムみたいなのでホロコースト700万人死にましたで戦後に奇跡的な形でイスラエルという国が作られましたよでこの時にイスラエルはもう決意してるわけもう 全世界が敵になっても、最後の一人まで戦って、私たちはこの国を続けるっていう、彼らのコンセンサスがある。ユダヤ人ってそういう民族なんですよ。で、それってもうエ,レンエレンなんですよ。進撃の巨人で言うと、最後に地ならしっていう、全人類を殺しても、このエルディア、要はユミルの民、エルディア国、そして、このパラディ島の我々の仲間を生かすんだっていう。多分、そのユダヤ、 あの、ユダヤ人というかイスラエルって結局全世界を核兵器で滅ぼしても俺ら生き残っからなっていう覚悟がある。で、それってちょっともう僕ら日本人みたいな侵略もされたこともない虐殺もされたこともない国からすると、なんていうのかな。そんなエゴイスティックな考え方とかって思うんだけど、一回皆殺しにされそうになった人が言うからすごいの。で、エレンも全く同じで、 そのパラディットのねその、まあ、壁の王っていう人が作るんだけど、それはその人類から、えっと、巨人を駆逐するっていう計画、ね、エルディア人を全員抹消するっていうまさにホロコーストみたいな。で大陸ではそのまさにユダヤ人と同じように腕章をつけて生活してるわけですよ。ね、こいつらはダメな、非差別民だっていうでそうそいう。 人の代表がこういう状態になってるっていうのは、まさにもう今のイスラエル状態。そして保守なんですよ、これってね。で、えっと、リベラルもいるんですよ。で、リベラルはアルミンなんですよ。で、アルミンはすごく、その、海を見たいっていうんだよね。そして、エルリアとマーレ、帝国と被差別民族の間のことを常に考える。えー、で、そして、その、大陸に住む、帝国に住む、 一人の人間とパラディ島に住む一人の人間の間のいも命の重さに差を設けないんですこの人。この人は普遍主義者なんですよね。そして常に開かれを生きているんですよね。だから常に引き裂かれるし、まあ宮台真司さんが本に書いてたけど、だから彼は、いわゆるそ、ま、の、あ、超,超大型巨人になってからは別として、彼は戦闘力が弱いんですよ。閉ざされてる人は戦闘力が強い。 開かれてる人は戦闘力が弱いんです。で、もう一人の人がミカサなんですけど、その主人公三人のうちの。この人はノンポリなんですよ。ポリティクスを持たない。思想を持たない。で、ただただエレンだけが見えてる人。つまりエ、エレンを守るということに閉ざされてる、もう超究極的に視野が狭いからこそめちゃくちゃ強い人なんですね。で、じゃあ、そのこの物語ってどう紡がれるかというと、 に、なんていうの、保守にも、リベラルにも、ノンポリにも軸足を置かない。全てが尊いっていう、そういう話なんですよ。で、そのね、えっと、そのミカサがエレンに執着するじゃないですか。で、これ実はその、大陸でも映し鏡みたいにして、要はその、パラディ島で起きていることは映し鏡として大陸に大体ある。 で、それが、ミカサがエレンに閉ざされてるのの対象がないかというと、大陸ではファルコという男の子がガビという女の子に閉ざされてるんですよ。ね。で、二人とも、マーレの戦士なんです。で、自分がエ,リエルディア人でありながら戦士として巨人の能力を持つことで、えー、帝国を守るという、いわゆるこうね、あの、ベルトルトとか、ライナーとか、えー、ね。ジークとか。 の、えー、一味なんですけど。だからすごくこれが対称性があったりとか。あともう一個は、えっ、ー、とね、あれなの。あの、僕は、の見立ては、進撃の巨人と天気の子ってちょっと似てる。で、オッペンハイマーも似てる。で、全部なんかジャンルが違うし、作風も違うからね、何言ってんのってなるかもしれない。どういうことかっていうと、その心は、あのね、天気の子 が一番分かりやすい。深海誠のねで。あれってね、あの、トロッコ問題なんですよ。そのいわゆるこう倫理学の有名なテーゼに、こういうのがあるのね。えっと、うん。その、あなたは、えっと、レールを切り替える権限を持っています。で、坂道の上から、ブレーキの壊れたトロッコが、 向かってきますであなたの後ろは崖です。でそのトロッコには5人の人が乗っています。で今このままにすると5人は崖の下に落ちるでしょう。しかしあなたがそのひとたびえー、っとそのトロッコの切り替えのレールをガチャンってやるとその向こうにはその切り替えた先にはえー、っとまあこれいろんなバージョンがあるんですけど太った人が 寝てますとで、おそらくあなたが切り替えると、その太った人がブレーキになってトロッコは止まるでしょう。しかし、太った人は死ぬでしょう。あなたはレールを切り替えれますかっていう問題があるんだよ。で、これって、あの、思考実験なんだけど、いわゆるどういう、これによって何が分かるかというと、あの、ジェレミー・ベンサムの合理主義っていうのがあって、 最大多数の最大幸福っていうのが常に正しいと考える人ならば必ずレールを切り替えるの。ね。だけど人間の正義って必ずしも最大多数の最大幸福に還元されるものではないと考える人はジレンマに陥る。そして天気の子ってレールを切り替えなかった人の話なんです。っていうのはその天気の子ってその ある女の子が雨漕いをするあるあいは雨をやめさせるっていう何て言うのかなそれをまあ日本のなんか神話に基づくられてあるじゃないその子が祈ると,うんとその天気を操作できるっていう子が出てきてで最終的にはもう雨が全然やまなくなっちゃってこれは天の怒りだと。でその瞳見くのようにその女の子が死ねば、えー、この雨がやみ東京が助かるであろう。 で、最後、えー、主人公とは、えっと、女の子一人を生かすことを選びます。東京は沈みます。っていう話。えー、オッペンハイマーは、えー、これって、その、ね、ナチスに原爆を先に作らせるよりは、作られるよりは、アメリカが先に作った方が、作るべきだと考えた一人の物理学者の話で、で、その結果、広島は長崎ということが起こる。 だけど彼はずっと生涯、その、それがチェーンリアクションを、つまり軍拡競争を引き起こして、全世界がもう核の恐怖に怯える日が来るんじゃないかということに怯える。実際それは起きる。えー、進撃の巨人は、このエレンという人が人類すべてを殺すんですよ。で、それはミカサやアルミンや、いわゆる自分の仲間たちの幸せのためにそうしたってことが最後にわかる。 ね。で、えっと、オッペンハイマーもう一個あって、エレンのあの地ならしって核兵器なんですね。で、エレンって結局核兵器を発明した人でもあるんです。まあ、最後に周囲の巨人っていう形態にエレンがなるときに、あれって核の発明なんですよ。つまりエレンはオッペンハイマーであり、核を生んだ人って呪われるじゃないですか。だからオッペンハイマーは呪われたっていうことが示唆されるんだけど、エレンも同じ呪いにかかるんですよ。だから、 なんのその一人のために全人類を殺しても一人を守るみたいな話で言うと天気のことを、進撃の巨人はイコールだし、そして核兵器の開発者っていうかね、人類を終わらせる力を手にすることの恐ろしさ。ね、えー、っと、だから、これってなんだっけ、あの人類に火を与えて罰せられたギリシャ神話の神がいるじゃないですか、プロメテオスか。だから、あのエレンもオッペンハイマーもやっぱりプロメテオス。 の罠にかかっとるわけ。みたいな話とか。で、あとはね、そのアルミンとジークの道での対話っていうのは僕ノートで書きましたんで、もし、あの、購読してない方は199円で読めるので、良ければ買って読んでほしいんですけど、なのでここでは語りません。 最後は僕、やっぱね、なんか、んか定談でも言ったんだけど、やっぱハンジがすごい好きで、ハンジゾエっていう登場人物。で、この人は結構ジェンダーニュートラル的に描かれてるんだけど、まあアニメでは完全に女、ね、女性として描かれてるんだけど、だけど、それでも喋り方であったり、立ち振る舞いとかであったり、その、ね、彼女のその男性に対する女性に対する接し方を見てると、すごく、その、いわゆるこうジェ、ジェンダーニュートラルなんですよ、彼女。 でこのハンジとリヴァイの友情ってのがすごいやっか3回目は一番グッときたものの一つででなんかねこの2人はだからその解釈によっては多分この2人はお互いにお互いを思い合ってる恋人同士っていう読み方も全然できる全然できるんだけど注意深くそういうその男性と女性という文脈を一、うん、回も登場させてないんだよね だけど2人はお互いお互いに特別だと思い合ってるのは間違いないんですよ。で、それは随所に現れる。で、まあ、一番、あの、顕著だったのは、えっと、リヴァイが、えっと、ジークが自爆したときに、まあ、死にかけるんですけど、で、その時にに判事がリヴァイを見つけ、えー、で、その、傷口を縫ってあげながら、いっそ2人で暮らそうかとかって言うんですよね。 その気を失ったね、リヴァイに判事が。で、これは、あの、なんていうかな、その、女として男に対して言っているとは僕はお思わない。つまり、そういうふうに注意深く言葉が選ばれてて、まさになんか友情としか呼べないものによって、二人は結べて、結ばれており、で、そこには多分、二人が共に尊敬するエルビン団長という、あの人との結びつきっていうのはでかいと思う。つまり、リヴァイも、 ハンジも心からエルヴィンを尊敬しているがゆえに、その特別な絆ってもあるし、そして、二人の共通の、その、なんていうか、仲間たちが全員死んでいったっていうのももちろんあるだろうし、戦友ですよね、だからね。だからそれもあるし。だけど、やっぱりそれ、それをも超えた特別なのが何かっていうと、最後にハンジがね、その、えー、っと、まさに、その、エルヴィン状態になって、 私がその盾になってこれを止めるっていうもう胸圧シーンが最終話近くにあるの。で、その時に、そのハンジってが僕が好きなのは何かというと、彼女はすごく、なんて言うのかな、常に自己相対化してるがゆえにサイコパスに見えるんですよ。 だけど、行動を見ると、明らかに情に熱い人なんです。そういうバランスの人で。なんか僕自身がちょっとそういう気があるなと思うから、多分僕はハンジが好きなのかもしれないんですけど。で、最後に、結局そのもう,もうどう考えてもエモいシーンで、ね。で、もう見てる人は全員多分泣いてる。でもそういうシーンでもハンジは一人超然としてるんですよね。で、で、リヴァイに最後に、あの、死にに行くよっていう時に、リヴァイ変なこと言うなよと。 言わないでくれよ今私は無性にかっこつけたい気分なんだよって言うんですよね。だからそのこの後に及んで今私はかっこつけたいと思っているという相対化をするっていうのがハンジという人でまあ科学者なんですこの人だから根っからの根っからのサイエンティストだから自分が情に溺れることをすごく、ね、厳しいんですよ自分に対して。でその時にリヴァイが作中1回しか言わなかった。だから あの、心臓を捧げようってさ、ね、進撃の巨人見たことない人でも知ってるかもしれないね、有名なことは。で、あれ、心臓を捧げようって、作中リヴァイだけは言わないんだよ。全員が言うんだけど、他の調査兵団は。だけど、えっと、リヴァイだけが言わない。で、最初で最後、一回だけリヴァイが心臓を捧げようっていうシーンが、その判事の心臓に自分の、えっと、だからこれは右拳になるのか拳をコツンってやって、 心臓を捧げよって言うんですよでこの絆ってと明らかに特別でだけど恋愛とかじゃないんだよ。であえて言うならこれって僕は友情という,いうものだなと思っててだからなんか2人のジェンダーがいわゆるこう男性と女性だからこそこの友情の友情性がもっと際立つ感じになってて僕はこの描き方が大好きでだからなんかそのねえそれ。 え,え,えっと、アルミンとリヴァイ、あ、ごめんなさい、アルミンとエレンとかだったらもう友情そのものだしね。で、アルミン、あ、ミカサとエレンだったらもう恋愛そのものだしとか。で、も別なやつで言うとユミルとヒストリアはレズビアン関係だったりとかもするわけ。だからまあ、片思いなんだけどね。片思いだけど。だからそういうそのジェンダーみたいなの、恋愛の多様性みたいなのは結構実は進撃の巨人に散りばめられてる中でも、このリヴァイとハンジの特別な絆みたいなのを、あえて、その、 えっと、二人が異なるジェンダーだからこそ、この二人の関係が友情でしかありえない感じってのが、すごい、なんていう今っぽいという言い方も変なんだけど、なんかすごく良かったんだよな。なんか僕らに、なんていうのかな。うんと、ん性別二言論とか異性愛主義。 に凝り固まった僕らの頭をもみほぐしてくれるようななんかハッとした関係性だったんだよねそこが僕は良かったですねはいちょっと24分もしゃっちゃったけどいきますわはい、えー「サタンの宗教観」というですねタイトルです呼ぶ記の21章の21節さああなたは神と安らぎ平安を得よ そうすれば幸いがあなたが、あなたのところに来るだろうと。これあの、テマンジンエリサ、エリファズという人のね、ね、ヨブの友人による答弁なんですけど。で、これは、その、ヨブを露骨に罪人と決めつけ続けるんですね、まだね。で、あなたが苦しんでいるのはあなたが罪を犯したからに違いないという因果応報論に基づいて、ヨブを断罪する内容になってるんですね。で、そしてあなたは幸いを再び得るために、あなたは今不幸が見舞ってるけど、 もう一度あなたのね、幸せを取り戻すためには、神に立ち返れよっていうことが言うんですよ。で、これね、解説書に書いてあったんだけど、実は、あのね、幸せを得るために神に従うっていうのって、これ、サタンの宗教観なんですよ。 ね。サタンの宗教観に他ならないって解説書に書いててハッとしたんですよね。で、あの、読むってそんなところにはいないわけですよ。不条理の中で論理整合性を超えたところにある神との血の通った交わりをの求めてるんです。これ僕はあのプレミアム放送でヤバい神っていうね、本を紹介した。で、この本の英語の現代は、えー、っと、なんだったっけな。 えっと、隠された神っていう意味なんですけど、ヨブがまさに肉薄してるのは隠された神の領域なんだけど、すごい、そのエリファズの宗教観は非常に幼稚で浅くて、むしろサタンの神学を擁護しちゃってんですよね。で、ヨブは逆に本当の宗教性というものに近づいてるんですね。で、宗教的であることと宗教性って違うんですよ。で、エリファズは宗教的ではあるが、宗教性は浅いんですよ。ヨブは、 苦しみの中でますます宗教性を深めていくんですよ。で、エリファズは無自覚にサタンの神学を支持する側に立っちゃってるんです。宗教的になっちゃった故に。だからまあ繁栄の神学とか、 成功の進学と呼ばれる、まあ、プロスペリティシオロジーっていうのがあるんですけど、これってサタンの進学だと僕は断じていいと思います。で、もし僕自身も打つっていうね、余分にとってのね、苦しみみたいな2年間のね、打つっていうのは僕にとってはそういうものだった。もしその経験をしてなかったら僕自身もサタンの進学に接近していたかもしれない。だから、えー、僕自身は地獄のような苦しみを味わいましたけど、鬱つでね。 だけど、それ、その苦しみが僕をこのサタンの神学からね、救い出してくれたなって思うから、本当に苦しみに心から今は感謝してますっていう、えー、そういうお話でございました。ということで、サタンの宗教観聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。